この番組見てんすか？あ、そうなんです。私たまたまテレビつけてたら、なんかこの番組って芸能人で見てる人いるのかなっていう、お二人がなんか東京に進出したばっかり で、そうですよ、見てる人いるのかな、はい、見てたら、はい、ハッシュタグ見てるよって送ってくださいって言ったんですよ。私ちょうど見てたんですよ、夜中に。ですぐハッシュタグで送ったんですよ、はい、で一通り見て、やっぱりハッシュタグ見てるよっていう風にしてらっしゃる方がいるのかなと思って、芸能人、はいはい、後で終わった後にこうサーチしたんですよ、はいはいはい、いないんですよいや、何を言いに来たんですよ。いや、わざわざ大丈夫ですか？緊張しなくていいんですよ。え、なんで見始めたんですか？いや、そもそも私最近ちょっと YouTube を始めまして、はいはい、で YouTube ってもう自分で要は構成を練ったりとか、要は司会業というかそういったことを自分でやるじゃないですか、はいはいはい、でたまにコラボとかで人を呼んで、はい、こうなんかお話ししたりもするんですよ。コラボしたりして。なるほどなるほど。でその時に、うん、その制作の人から、うん、いやフィーフィー、うん、あのね、うん、MC たるもの、うん、司会たるもの、うん、全然分かってないって、こういうちゃんと MC たるもの、うん、こういうものだっていうのこれでも見とけって言われて、はいはい、送られてきた動画がこの番組の動画だったの、うん、なんでだいや参考になんでだよ、うん、ソロディレクター大丈夫かそれMC とか違うんですよ。で私はそれで初めて知ったんですけど、見たら、あの雷さんの回、お二人覚えてらっしゃいます？あの、ね、覚えてます。雷さんがなんか自分の MC なんか司会の番組が欲しくてって言ってて、で本当にその人、本当にそのディレクターさん、その制作の方が本当に若林さんがいいこと言ってるから勉強になるからって言ってみたんですよ。なんかね、お前さって言って雷さんですよ、お前さ、オンエア見た時に、はいはい、自分がどれだけそのフューチャーされてるか、その自分の分がどれだけこう採用されてるかばっかり気にしてないかって言ったんですあ、そうですって言った時に、いやそうじゃいけないんだよ引き立て役、自分のなんていうの、自己犠牲してでも引き立て役になっていればそれオンエア見てあいつあんま喋ってないなってみんな思うかもしれないけど、スタッフがベタ惚れだぞっつったんですよ男惚れするぞっつったんですよ。かっこいい、かっこいいことおっしゃってたんですよ。かっこいいっすねそれそんな素晴らしいがないだろ。いや私もそれには、ああって思って、で本当にそれを本当に30分ぐらい説教されて、これでも見とけって、そのこれを教材にですよ、でもよくわかんない。でもフィーフィーさん無理でしょ。だって今日だってその自分の取り分しか取ってないじゃないですか。 あのね、うん、私気づいたんですよ。やっぱり私喋っちゃうじゃないですか、はい、ちょっと私は熱がこう、あ、今日熱があるなとか調子悪いなっていう時がちょうどいいんですよね。ぼーっとして、自然と抑えられるから、喋りすぎちゃうから、熱剤とか飲んでる時ぼーっとしててちょうどいいんですよ。え、今日は体調いいんですか？今日すごい体調いいです。だって それこそ私が名古屋だもん。確かに地元戻ってきてですもん。今日はだってその努力の成果全然出てないですもんね。そう、今日はうるせえですもん、フィーフィーさん。もうあの体調悪い時に来てくださいよ。なんだったら。